はい、どうもこんにちは、もともと TV の元デイです。ということで今回はデザインがかっこいいシャーペンランキングベスト5ということでですね、まあ、シャーペンをね皆さん買うときにあたって持ちやすさとか書き心地とかね、まあ、デザインをね結構重視して買う方も多いと思うんですけども、まあ、僕のね独断と偏見にはなるんですが、今自分の持ってるペンのシャーペンの中でもう僕がこれはデザインかっこいいっていうペンをねベスト5決めてきたので、今回は紹介していきたいなと思います。早速第5位から参りましょう。第5位はこちら、キュアモルト5000になります。こちら前も徹底解説してね、こんな感じの動画上がってるんですけども、まあよかったらぜひチェックしてみてください。まずねこちらキャップ式なんですけども、キャップを取る前もこんな感じでかっこいいんですよね。僕は基軸のシャーペンね、あのデスティンティックとかいろいろ持ってるんですけども、基軸の中でこれはね一番かっこいいかなって思います。キャップのこの銀のメタリックの感じ、神々しい感じもすごくかっこいいし、この基軸のねちょっとこの味がある感じですごくかっこいいんですよね。でキャップを後ろにつけるとこんな感じ、もうデザインもねすごく素晴らしくて、書き味も本当にいいんでね、これは第5位にふさわしいペンかなと思います。続いて第4位参りましょう。第4位はこちら、ラミー2000でございます。こんな感じですごいこうマットなブラックにちょっとかっこいいシルバーがあるんですけども、このシルバーの部分がねすごく好きなんですよね。こんな感じでね、光に当たった時とか特にかっこいいですよね。でこのボディがねこんな感じで流線型になってて、これもねかっこいいデザインの一つかなと思います。ついこう手に持ってしまいたくなるような本当にそういうボディでかっこいいかなと思います。まあ、やっぱシンプルなのはデザインもいいですね。続いて第3位参りましょう。第3位はこの辺にあるこちら、まあ、限定にはなるんですけども、グラフセンリミテッドの海外仕様のものになります。これはねもうどっちも合わせ、もう2つ合わせて第3位みたいな感じなんですけども、こんな感じでねこの普通のグラフセン4プロとかのグリップはねこんな感じで黒なんですけども、そのね中のこの黒のプツプツみたいな部分が黄色とか赤に、ね、なってて、それがねやっぱグリップがねかっこいい。で本体もこんな感じで、特に赤はね本当にかっこいいかなって思います。まあこれはね限定品なんで再販とかねない限り買うことは難しいかなと思うんですけども、本当にこれはデザインはかっこいいかなと思います。筆箱とかにね入れててもすごくかっこよさを際立たせる一本になるかなと思います。続いて第2位がこちら、ロットリング800になります。ロットリングねもう600も合わせていいぐらいね、どっちもこうかっこいいですけども、特にねこの800、このね黒の800がすごくかっこいいですね。グリップはこんな感じでローレットな感じなんですけども、あえてこのねボディのところを六角形にすることによってすごくねこうバランスのいい感じでかっこよさが出てますよね。でここちょっと金色と赤のねこのデザインを入れることによってさらにかっこよさがね際立ってるかなと思います。でこれはねリトラクタブル式って言って、こんな感じでさっと芯先をね出す感じもこんな感じでさっとかっこいい感じですね。本当にデザインもかっこいいし機能性もかっこいいという感じで第2位ということでございます。デザインがかっこいいシャーペンランキング第1位はこちら、ステッドラーのマイスターリミテッドエディションのレッドになります。ね、ずっとこれは本当に欲しかったペンで、なぜ欲しかったというと本当にかっこいいんですよね。この赤黒の感じでこのね赤色の発色、これがもうなんといってもかっこいいですね。このね黒の色と本当にこの赤がマッチングして本当に赤黒のかっこいいシャーペンに仕上がってるかなと思います。これねかっこよくてね、ずっとこう鑑賞用みたいな感じでずっとここに置いてあってね、あんま使ってないんですけども、もうデザイン部門ではもうずっともうこれは1位になるかなと思います。はい、ということでまあデザインかっこいいのベスト5並べるとこんな感じですね。まあこう見るとやっぱ全部かっこいいですね。まあこう赤黒のねこう組み合わせはやっぱ本当にかっこいいですね。でシンプルって感じで基軸っていう感じで、まあ人それぞれね好みはあると思うんですけども、まあこの中でね本当に
うわデザインかっこいいと思って気になったものがある方はぜひチェックしてみてください。ロットリング800のね徹底解説もまた今度できればなと思います。それも楽しみに待っていてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではねまた次回のもともと TV でお会いしましょう。